備できたぞ。最初のお手伝いは何だ？ええ、ちょうど旅人にぴったりの仕事があってね。まずベッドに横になってくれる？何をするんだ？病人を装ってもらうの。え？難しいかしら。前回はうまく演じてたでしょ？うわ、シグウィン気づいてたのかよ。ええ、病人のふりをする様子がサボりたくて頭をひねる囚人たちよりも面白くって。あ、もうすぐ患者さんが来る時間ね。とりあえずうちの言う通りにしてちょうだい。頭が痛くて吐き気がするぐらいでいいかな。おお、わかったぞ。来てやったぞ。母ちゃんがしつこくてうるさいから。お母さんは当直で手が離せないんだから、病気で心配させないようにね。はいはい。下の階で海とつながったところを泳いだり無茶したりしたせいで風邪をひいて母ちゃんにも迷惑をかけました。メロピデ要塞に来たらしばらく自由に遊べると思ったのに、これもダメあれもダメって。まずは体温を測るから座ってちょうだい。まだ熱があるね。下流剤をお湯に溶かしたからこれを飲んで、そこからまた様子を見ましょう。なあお姉ちゃん、この薬苦いから飲みたくないんだよね。薬なんて飲まなくても大丈夫だって。知り合いのおじさんも風邪をひいた時何日かしたら自然と熱が下がったって言ってたし。母ちゃんをごまかせるようにさ、処方箋だけ渡してくんない？ええ、もちろん構わないのよ。君は勇敢ね。勇敢？なんで？自分の免疫力で熱が下がるまで待つにはこのお兄さんみたいに試練に耐えなければいけないの。旅人、しっかりしろ。吐きたいのか？紙袋持ってくるか？うん。高熱による吐き気とめまいなどの症状に耐えながら数日安静にすればまた元気になるから。もし耐えられなかったら。おい、しっかりしろ。そうなったらもうお医者さんに行く必要すらなくなるね。俺薬を飲みたいんだけど、いい？もちろん。薬を溶かしたお湯もまだ冷めてないからどうぞ。苦い。まあ大丈夫ね。旅人もパイモンちゃんも素晴らしい演技だったのよ。あの子全然言うことを聞いてくれないんだな。